マヤの長期歴では全ての日付を5つの数扉？それだけかしら。ジョナ、進展はあった？不完全な日付とチャクチェルの描写がある。こっちは日付が2つとイッシェル。左の日付はどこかで見たわね。コスメル島の写真よ。手がかりがあるかも。マヤの長期歴では全ての日付を5つの数字で表す。
この数字は損傷によって13のように見えるが、実際には8だ。それだけで2000年の違いになるので、星座も全く異なる位置になる。星の軌道は西の方角、ペルーのどこかにつながるはず。隠された都を求めし者、岸辺を南に、薄紅の咲く。イシュチェルとチャクチェルは同じ女神が持つ2つの顔だ。若い女性の姿のイシュチェルは生命と癒しを司り、満月と結びつけられる。チャクチェルは年老いた女性の姿をしていて死を司り、こちらは新月と結びつけられている。共にある場合は二重性と生と死の循環を表している。メキシコで日付の写真を撮った。確かめよう。マヤの長期歴では全ての日付を5つの数字で、左の柱の最後は0のはず。よし、ジョナ、チャクチェルの最後の数字は？横の棒線の上に点が2つ、7じゃないかな。ありがとう。ジョナ？やあ、ララ、アビーよ。ああ、どうもアビー。壁画を見つけたの。どこかへ向かう旅の絵みたいだった。ジャガーの口に入り、蛇を追って銀の目へ、その途中には雲、それから神殿に向かって飛ぶ鳥。ああ、他のはわからないけど、ジャガーの口はここを戻ったとこだ。本当？ええ、猫の像、大きな歯の。ああ、戻ってきたよ。ララ、大丈夫か？ええ、今向かってる。よかった、きっと気に入るぞ。近くの者の説明ね。二人の守護者には牙があって、二人の守護者には足がある。一人の守護者はその両方を備えている。うん、なるほど。
フッ。